心小学校授業の時間だよ。よいしょ。ということで今日はですね、国語の授業、国語、はい、漢字の成り立ち第2弾ということで、私が企画したやつですよね。はい、今日は私がレクチャーしたいなと思います。なんで私が持ってきて国語の授業、漢字の授業やったのに。なんか私が面白い答えを出せなかったから。いやいや、今日あなたに面白いことを出してもらった。いやいや、どういうことよそれ。で、今日学ぶ漢字は2つ。2つ、はい、2つあります。で、いわゆる漢字というものは、うん、あるものの形あるいは景色、そういうものから、はいはい、まあ、漢字が成り立ってるよというものを象形文字と言います。なるほどね、はい、その中でも今日は象形文字2つ勉強したいんですが、何かしらの情景から漢字が生まれてるってやつね、はいはい、可能性ありますね。その中で1つ目、うん、今日はですね、日本語の日本の漢字の中で一番読み仮名が多い漢字なんだと思います。読み仮名が多い漢字、はい、はい、これね、外国の方が一番日本語勉強してて困るのが、うん、同じ漢字なのに読み方が何通りもある。これが外国の方が勉強する上で日本語の難しいところ。ミルマスカラスみたいなこと。どういうこと。あの1000の顔を持つ男って言って、1000個以上のマスクを持ってる。だ、毎回見た目は違うけど、うん、ミルマスカラスっていうプロレスラーなの。あ、そういうことです。元は同じだけど読み方違う、うん、なんか違うよ。違うよ、マスカラスじゃない。漢字の話してる。ドスカラスの方か。ドスカラスじゃない。もう横に染めるの、染めるのは終わり。最近甘噛みするなよ。うん、いいんですよ。本気で答えて早く。でそれ分かるよ。でもそれは言っていい、はい、生きるとか。はい、そうです、それは分かる。こちらですね。そうそう、これ生きる。ちなみに読み方何通りあると思います。音読み、訓読み合わせて。まあ、生きるで一生、あとは生、はい、あと木そばの木か。はい、そうだよね。あとお、おもある。おはない。お、あるね。ある、ある。生、生、あ、あとまだあるか。生まれる、う、う、う、馬。今7つですけれども、うん、実際読み方としては12通りあると言われております。12通り。そうなんです。それがこちらですね。まず音読みからいきましょう、うん、こちら。あ、そっか。まずね、一人生の生、うん、一生の生。ここが分かったね。はい、次は生きる、はい、生かす。あ、そっか、かになるのか。次は生ける。生け、あ、そう、花束生けるとかのね、うん、あと生まれる、うん、あとは産む。産む、うん、あとね、私知らなかった、これ生まれると、これだけで産むって言うのか。まと産むだから、うん、無だよ。う、うむだから、うん、そうだね。うね。次は、おう。これ知らなかったんだよね。あ、なんかおってありそうな気がする。そうそう、これはね、生えるって生えると同じ、同じ生やすっていう。あと木と生というしね。木はこれ、そば食べないと分かんないですね。これはということで全12通りあるんですね。さあ、この12通りも読み方のあるこの漢字、もともと何から来てるんでしょうか。さあ、その成り立ち答えてください。まあでもこれ全部を含んでるわけじゃない多分ね。12通りあるうちの、まあ、この中に簡単ですか、正解が1つありますんで。でしょ、多分そうだよね。はい、はいはい、それじゃあ関さん考えたらお願いします。はい、まずこういう風に変化して人が、もっと近く、近く立って、近く、なんかを持ってるもの、持って何か立ってますね。はい、はい、それがビールの生を持ってるところからこの生きるという字が生まれた。そう、残念。生って言ったらこれでしょ。あのさ、象形文字は大昔からですから。いや、大昔でも多分乾杯はしだと思うんだよね。あるエジプト時代からビールはありますから。あるでしょ、だから可能性あると思うんだよね。生。正解はこちらです。え、
これは草木が生えるってことか。正解。新たな命とかが生まれるというところ、うん、草木が生えるというところから生える生まれる、うん、という意味になったそうでございます。まあ、気抜くとお化けの頭にしか見えないですけど、はい、なるほど。さあということで次2つ目。あ、まだあんの？今日2つやるって言ったでしょ。はい、じゃあ今日第2問目。もう時間ないよ、ちょっと急いで書いてください。すいません。いやいやいや、急いで書いてください、はい、やっぱ日本人に大切なの、人に大切なのは何ですか。人に大切なのはお金。もう人間として腐ってるなおい。これでも島川さんが言うならってことだよ。普通だったら心だけど心で島川さんに聞かれたから俺お金って答えたのよ。人にとって大切な心、いいですか。だって心もお金で買えるタイプじゃないですか、考え方としては。あのさ、あんた授業の邪魔サクサク言ってくれる。長くないのに漢字2つ勉強するのにさ、ちゃちゃ入れない。さあ、この心という字何から来てるでしょうか。さっと心。はい、じゃあ見せてください。なんで毎回お、はい、心、なんか人が、そう、人のような気がしますが、うん、そこからあの、はい、枝豆を投げて食べてるっていう、どういうことなんですか。やっぱ生きる、生きることには心が必要って言ったじゃない、人間が。っていうことは生には枝豆。あのさ、さっきの生ビールにつまみくっつけてんじゃねえよ。いいですか。全然ダメだな。実際はこちらから来てるんです。チンチン。いや、ちょっとあんた編集するから考えて。これ何だと思いますか。チンチン。いや、みんな小学生みんな思うって。そうでしょ。これ本当にこの象形文字から来てるんです。チンチンでしょ。正解はこれは、まあ、昔の象形でいうとこれは心臓なんです、うん、いやいや、そりゃ分かるけど、これはでも島川さんの書き方が悪いでしょ。いや、書き方は本当これですから、調べれば分かりますから。はい、これは心臓の形から心に変化をしているということでした、うん、今日は生きるという漢字と心という漢字の成り立ちについて勉強しました。今日の授業これまで。乾杯。